ちは、今ご紹介に預かった文化構想学部3年の深川達也と申します。早速なんですけれども、皆さん、たい焼きってお好きですということで、まあ、もしかしたらあんまりたい焼きのことをご存じない方もこの中にいらっしゃるかなと思うので、まあ、ちょっと僕の思うたい焼きっていうのを今から説明したいと思います。まあ、たい焼き、まずこの可愛いお魚の形、可愛いですよ。で、尻尾まで詰まった甘いあんこと、なんといっても香ばしい小麦の香り、まあ、これがたい焼きの魅力だと思います。まあ、なんでこんな話したかっていうと、実は今僕鎌倉にある鎌倉たい焼き波平というお店でアルバイトをしています。で、このお店一見すると何の変哲もない普通のお店なんですけれども、一歩中に入ってみると普通のお店とは違う点がいくつかあることに気づきます。まず一つ目の点は、このお店には自動のレジスターがありません。自動のレジスターがないということは、私たち従業員はお客様の会計を処理する際に常に暗算で計算を行わなければならないということです。まあ個人的な話なんですけど、僕は数学とかすごい苦手なので、まあ、いつもうわーって思いながらやってるんですけども、まあこれまず一つ目の点。二つ目の点は、決まった接客のマニュアルがないということ。まあ、決まった接客のマニュアルがないということで、常にお客様と接するときに、まあ、カジュアルな会話であったりとか、まあ、自分で考えたいい接客の形っていうのをも、パフォーマンスすることが求められています。で、まあ、極めつけなんですけれども、このたい焼きの焼き方です。まあ、皆さんあまりこの焼き方馴染みないかと思うんですけども、この焼き方実は一丁焼きという伝統的な焼き方でして、まあ、たい焼きができてから約1世紀以上全く変わらない製法をこの店では採用しています。まあ、残念なことに今ではもう30軒ぐらいしか全国でこの焼き方を採用しているお店がないんですね。で、まあ、この焼き方は一つ一つのたい焼きを丁寧に作れる代わりに、一つ一つのたい焼きを作るのに普通のたい焼き方よりも時間がかかってしまう。まあ、そういったせいでたまにお客様に商品を渡すまでに10分から15分ほどの時間がかかってしまう。まあ、このお店を一言で分かりやすく表現してくださいと言われたら、まあ、不便な店ということになるんじゃないかなと思います。ですが私自身はこの店のこういった不便な点を考えることは、私たちとテクノロジーとの関わり方を考えるのに非常に有益であるんじゃないかと感じています。今日のテーマはテクノロジーということです。まあ、突然なんですけれども、皆さんの中で便利な生活を望ましいと考えている方、ちょっと手を挙げていただけるでしょうか。はい、なんか僕が予想したよりあんまり多くなかったんですけど、まあそれはいいとして、じゃあ反対に便利な生活には危険な点もあるなと感じている方、どれぐらいいらっしゃいますか。ありがとうございます。ちょっと僕が思ったより多くてちょっと嬉しい限りなんですけども、まあ僕が考える便利さの、まあ、テクノロジーの危険性というのはこの3つなんですね。まあ、これからこれを一つ一つ皆さんとお話ししていこうかと思います。まず1つ目、便利さの持つ暴力性ということです。先日私のもとへある就活支援サイトからこんな内容のメールマガジンが届きました。5年後教育の IT 化が進み e ラーニングが普及、朝起きてパソコンで教授の必修授業を受ける。もしこのようなシステムが実現したとしたら、まあ、今私は鎌倉にある自宅からこの早稲田大学まで毎日2時間かけて通学しているんですけど、まあ、私のように通学や通勤に長い時間をかけている人にとっては非常に便利な生活が実現される、まあ、それは間違いないと思います。ですが私自身はこのようなシステムは私たちのテクノロジーへの依存度を高め、そして不便なものを不便であるというだけで排除してしまう、そんな社会の暴力性を強めてしまうのではないかと危惧しています。私たちは常により良いもの、より新しいもの、より便利なものを求めて生活を送っています。そしてそういった私たちの、まあ、便利さ第一主義的な考え方は、物事の価値を利便性 のみによって判断し、そしてそれらが不便であるという理由だけで排除してしまう、そんな危険性があるのではないでしょうか。2つ目の点は、
衰退する身体の機能ということで、まあ、この中にいる皆さんの中で最近階段を上るだけで息が切れるようになってきたという方、ちょっとあすごい早いんですけど手を挙げていただけますか。あ、そうですね、あんまり多分、まあ、学生の方が多いのであまりこの質問に手を挙げる方少ないんじゃないかなって思ったんですけど、僕自身はちょっと最近感じてるんです。ちょっと階段上るだけであってなることがあるんですけれども、まあ、こういった点なんでこんなことが起こるのかって言ったら、まあ、エレベーターやエスカレーターの普及によって日常の中で私たちが階段を上るという行為は必ずしも必要ではなくなってきている、まあ、そういう状況があるからに違いないと思います。まあ、この階段の例に限らず、例えば感知力の低下や視力の低下、まあ、肥満者の増大とか、まあ、こういった例はよく見受けられると思うんですけれども、私たちの生活を便利にするためにあるはずのテクノロジーが私たちの身体の持つ最も基本的な機能を脅かしている、そんな現状が今テクノロジー社会で起こっているのではないかと感じています。で、3つ目、これは皆さんも非常に馴染み深い言葉だと思うんですけれども、まあ、衰退、希薄化する人と人とのつながり、まあ、人と人とのつながりが薄れてきていると言われて久しい時代だと思います。実際僕が小学生の頃、いやもしかしたらもっと前からこういうことよく頻繁に言われていたんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、こういった問題に加えて現在では老人の孤独死や児童虐待、ドメスティックバイオレンスなど、まあ、人間関係に関わるさまざまなトラブルがかつてないほどの注目を集め、そして問題視されています。もちろんこれら3つの問題、今お話しした問題点というのが全てテクノロジーによってのみ引き起こされているというわけではあります。ですが私は、まあ、便利な生活や物理的価値というものに重きを置きすぎるあまりに、私たちが今まで持っていた日常にあるさまざまな大切なものを捨ててしまおうとしているのではないか、そんな状況があるのではないかと感じています。まあ、こういった状況を打開するために、まあ、何をするべきなのかということを考える上で、もう一度たい焼き屋さんのお話に戻ってみたいと思います。あ、このお店には本当に多種多様なバックグラウンドを持ったお客さんが訪れます。例えば徒歩5分のところに住んでいる幼稚園のお子さんを持ったお母さん、はたまた県外から、まあ、例えばこの前は鳥取の方からいらっしゃったお客さんもいたんですけど、県外からこのお店の評判を聞きつけていらっしゃったお客さん、そして海外の方から日本に来てたまたまこのお店を見つけたお客さん、まあ、そういった方々との交流を通じて自分自身の価値観が広がって、また異なる価値観を知る、そんな経験は僕にもあります。そしてこの経験というのは旅をすることに非常に似ているのではないかと感じています。旅の醍醐味とは日常とは異なる場でさまざまな経験をして異なる価値観を知ることであると思います。この写真は、まあ、僕が今年の3月にフィリピンに行った時に現地の子供と撮った写真なんですけど、こちらは一緒の学校に滞在した友達と撮った写真で、まあ、そういったさまざまな人との交流を通じて自分とは異なるものを受け入れる、そういった広い心を持つことができたならば、まあ、何かが不便であるというだけで排除してしまうこの社会の暴力性を少しずつではありますが弱めていけるのではないか、そう感じています。2つ目、まあ、先ほどもお話しした通りこのお店では常に自分で考えて自分の体の感覚を使って働くことが求められています。テクノロジーに依存しすぎない生き方を描くためには自分自身の意見を持って自分自身の体を使って行動していく、そういう鋭敏な姿勢が非常に大切であると思います。テクノロジーに使われるのではなくテクノロジーを使うということでしょうか。そして3つ目、私たちが目先のものにとらわれて狭い視野しか持てていないとき、何かに感動することはできません。何かに感動することができるということは他者、まあ、これは人であっても物であっても構わないんですけれども、まあ、自分とは違うものに対して積極的な姿勢を持つことができる、まあ、例えば
友達が喜んでいたら一緒に喜んでやる、友達が悲しんでいるんだったら、まあ、一緒に悲しんであげてかつ慰めてあげる、そういった今までは当たり前のように行われてきた人と人との素朴なコミュニケーション、素朴なつながり合いに対して積極的な姿勢を持つこと、そういった姿勢が私たちの現代のつながりというのを強めてくれるのではないかと私は強く感じています。まあ、実は今お話した3つのテーマ、まあ、皆さんもお気づきかと思うんですけれども、今お話した旅をすることと質問、疑問を持つことと感動することには全て共通点があります。それは日常にある、まあ、私たちが当たり前と思ってしまいがちなこととか些細なことの価値をもう一度捉え直してみるということです。日々忙しい毎日に急かされて、なかなか私たちはそういったものの大切さとか、そういったものの本当は当たり前ではないそういったものの大切さをなかなか再確認する時間があります。私自身はこの鎌倉たい焼き並平でのアルバイトを通じて、こういったものとの関わりの大切さ、そしてテクノロジー社会の怖さということを再確認することができました。このお店は私たちにとって何が大切なものなのか、本当に大切なものは何なのかということをもう一度考える貴重なチャンスを与えてくれる非常に大切な場であると私は感じています。そして現代に生きる私たちが、私たち一人一人の問題としてテクノロジー社会とのより良い付き合い方、まあ、何も今私が言ったような形ではなくても全然、まあ、皆さん一人一人に答えがあると思いますので、そういったことを一人一人の問題として私たちが真剣に考えていくこと、それが今何より大切なことである、私はそう感じています。まあ、最後に皆さんにご紹介したい言葉があります。ご清聴ありがとうございます。